デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデミさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。何ですかそれ。17本目の運動。あ、ちょっとね、腹筋も鍛えながら、うん、頑張ろう。はい、一応質問はね、これでラストなんでございますけどね。今日ね、もう暗くなってまいりました、ね、子供たち早く帰れ、もう暗いぞ、危ないぞ、ね。まあ、皆さん来たことある人はね、分かると思いますけど、後ろ川があって、その先に公園があるんでね、公園で遊んでる子たちですね、今ね。声聞こえるの。食べられちゃうぞ。誰に？鬼。ああ、よかった、うん、まだよかった、うん、変質者かと思っちゃった、うん、そっちの食べるだ。ああ、それは危ないよ。ああ、ダメ。はい、ということでこのコーナーは皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間がだいたい1ヶ月ぐらいとね、短縮されておりますんで、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回はロッケンローラーさんからの投稿でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2人に聞きたいということで、いつもお世話になっております。いえいえ、こちらこそ。ロッケンローラーです。先日のバトルさんとのコラボゲーム、100人のモルモットたちカオスでめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。当日は電圧が下がると電源がカットされる銃を使っていましたが、敵も多くフルオート対応したため、思ったよりバッテリーを消費したようです。念のため途中でチェックしたところ、残量 9% まで使ってしまってたので慌ててバッテリー交換しました。そこで質問です、うん、リポバッテリーは使いすぎるとダメになると言われていますが、残量何%まで使うとダメになりますか？ちなみに自分のバッテリーは帰宅後充電したところ、充電時間量など問題なく使用に差し支えないようです。これを見ている皆さんも銃に頼らず、ご自分でちょくちょく残量チェックをお勧めします。チェッカー持ってない方はぜひ模型パドックで購入しましょう。遠くの方はぜひ模型パドック公式通販サイトで、無料のアプリ会員になると毎月10日は全品送料無料、全品 10% オフでの購入ができますので大変お得です。私もいつも利用させていただいております。パドックさん、ありがとう。ありがとうございます。ちなみにちょっとアプリ会員のところだけ少し違うんですけど、無料のアプリ会員は一応店頭での割引ということで、毎月10日は 10% オフやってるそうです。で、多分お知らせが言ってて、通販の場合も送料無料とか、あとクーポンコードを入れると全品 10% オフとかになる、一応10日だとね。これはあの無料アプリ会員じゃなくても自社サイトの方に登録してもらってる方かなはそれが適用されるとかちょっとあるので、まあ、もちろん無料アプリ会員になっててもらった方がいろんな お知らせが来ますんで、入荷情報とかも入ってくると思うので、ぜひね、そちらの方もし店頭に来られない方でも入れてもらえればと思っております。なんかデミさんの変な写真まだ送られてるんですか？知らないですけど。全然知らん。私も全然ね、やってないんで。私も会員アプリ入れてないですか、自分のとこで入れててもね。だって使うことないですね。お金を使わされるわけですよ、うん、お金もらうのに使わされるんです。ひどい話だ。いや、ひどい話じゃないですよ。別に使いたければ使ってもいいですけど、自分の店で一時アプリの会員だってね、ポイント貯めないですもんね。だってポイント絶対使わせてくんないもん。多分、うん、そんなに貯まらないし、はい、たまらないし使えないし意味ないじゃないかと。だから買うとしてもコンドルのジャケットとかああいうのしか多分買わないので、それも数年に1回だからほぼたまらない。だいたいアプリ会員でこの 10% オフよりシャワリが効くでしょうかっていう話になるからね。そうだね。両方使えますかとか言ったらね、お前バカなのかって言うんだよ。もうむしろ両方使えますかって社長くれよって言いますからね。それで使うんだよって言う。横でよー、テントでこれ着てくんだよって言うの。ゴーグルをね、買えとか言ったらね、サバゲしねえからな俺はって言うの。これは経費なんだって言うの。横でこれって。ということでね、ちょっと会員のシステムいろいろあるんで、またね、分からなければ店頭の方までね、聞いていただければ、はい、分かるものが答えますんで、よろしくお願いいたします。はい、
ということでロッケンローラさん、ご質問。これは意外と気になってる人多いんじゃないかな、はい、使いすぎるなって言われて、うん、どこまで使いすぎるなっていう風になってるんですけど、うん、建前上は2割3割は残してくれみたいなことを言われたんですよ。 20% 30% とかぐらいは残して次のに交換してもらった方がバッテリーとしてはいいんですよって言われたんですけど、うん、感覚的に分からないんですよ。やっぱり2割3割って打てちゃうから。うん、まあそうですね。だからこの 9% って結構もう限界まで使われてる状態になってるのと、多分電圧を読んでるタイプだと思うんですね。なんで何ボルト以下になったらカットしますっていうのがあって、はいはい、それだと思うんですが、どうしようかな、どこ基準にって言われたら難しいな。これは確かにもうゲーム数で考えるのが一つなんですよね、感覚でやる場合は、うん、3ゲームやったら新しいのに変えてもう片方は充電しておく、3ゲームやったら交換するってやるといいんですけど、満タンに入れ続けてもリポダメだって言われてるんですね、うん、そうするとやっぱチェッカーを刺してお昼ぐらいに目安を見て、まあ 80% 残ってた、残り3ゲーム、午前中3ゲームやって 80% か、じゃあ 50% になるな、3ゲーム残りやったらぐらいで考えてもらうと分かりやすいのかなって。だいたい 20% 以下にしない、まあ3割ぐらいは残しておいて次の充電にかけた方がいいですよと言われてるので、それぐらいを目安にしてもらうといいんですけど、今回やったモルモットはもうバッテリー足んないよっていうぐらい打ってらっしゃったので、うん、あんまりああいうゲームの方が珍しいとは思うんですけども、まあ、チェッカーがあった方が一つの基準になるのかなとやっぱ思いますよね。 20% ぐらいを目安にしようって思っていただいて充電をかけるという方がいいと思いますけど、ダメになりすぎるとバッテリーはもう、今度ね、なんですか、膨らんでったり原因になったりとかもしますから、うん、こまめに面倒くさがらずに充電するとかっていう方が長く持たせられますので、その方がいいと思います。どうでしょうかね、はい、うん、僕らあんまり測らないで感覚でやっちゃいますけど、本当はね測ってしっかり、そうだね、管理できた方が理想だよね、まあまあ、理想ではありますね。うん、打てなくなるまでバッテリーを使うのは良くないよと思ってるので、打てなくなった、サイクルが遅くなったって感じたらもう変えちゃう方が、理想的ですよね、うんうん、まあ、ゲームにもねちょっとよってなかなか打つ量が違ったりとか ね、あのセミオートなのかフルオートなのかとかね、いろいろあると思うんですけど、うん、まあ、何回かこうチェックしながら、このぐらいの打ったらこのぐらい減ってんだろうなっていう感覚がね、こう数字でも分かってれば、自分チェックするぐらいだったらもう入れ替えちゃった方がいいなと思ってるんですよ。2本持ってるんだったら両方満充電、2本あるね、うんうん、まあ、2本でも足りない量を打つ時もあるじゃないですか、人によっては。まあそしたらまたそれこそ3本4本とね増やすしかないですよね、うん、もう1ゲームごとにはじゃあ交換するんじゃんという方もいらっしゃるかもしれない、ね、ありかもしれないですね、うん、はい、ということで、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。